もこんにちは、鈴川彩子です、本日はこちら、ちょっと軸見えなくなっちゃうよ。トミカ博2016で購入したトミカを紹介します。先日ですね、行ってきました。トミカ博2016 in 横浜で、私が購入したこの限定のねトミカを、今日は一個ずつ見ていきたいと思います。じゃあまずちっくん、これちっくんが喜ぶと思ったんだ。そうなのそうなの、今回またね、去年に引き続き出ました、アンパンマンコラボのトミカ。アンパンマンが去年はですね赤が出てたのが、今年アンパンマンの青、そして新たにドキンちゃんカーが出ました。あー、アンパンマンだ。あー、かわいい。うん、ほんとだ、ニコニコマークがついてるね。ほら、アンパンマンだ。おー、かっこいい。よかったね。ちっくんだって大好きな子供が、こっちも子供が大好きなね、組み合わせだから。お腹走らせちゃうの、ママに見せて。ちょっとほら、かっこいい。これ、あ、後ろ開くよ、ほら、ここほら、かっこいい。なんか銀色だね。えで、横には虹とかアンパンマンね、ニコちゃんマークもついてます。で、前にアンパンマン、ちょっとね立体っぽくなってますね、ボコッとしてる。おお、あ、ちくん誰これ、誰かな。あ、ドキンちゃんだ、かわいい。あっちにてぬいぐるみ、そうそう、ぬいぐるみあるんだよね、あっちにね。見して、ママに。ほら、前にドキンちゃん、これもちょっとやっぱ立体ですね。うん、で、横には、あ、ドキンちゃんって書いてある、かわいいね、斜めストライプ。そしてここも後ろが開きます。おお、いいね、かっこいいね。で、ここほら、ハートが書いてある、かわいい。トミカイベントモデルナンバー8、ランボルギーニレベントンパトロールカー。おお、これはね、ランボルギーニレベントン、もともとね人気ですからね。あー、いいじゃない、見して、かっこいい。ほら、形がこのね平べったいんだけど、すごい速そうなデザイン。このポリスパトロールカーかわいいですね、水色だ。海外のかな。ね、トミカイベントモデルって書いてありますね。おお、いいね。音の真似。トミカイベントモデル11番、トヨタランドクルーザー。何を抜か出してんの。ほら、この赤。おお、トミカイベントモデルって書いてありますけど、でもなんか結構ね、あの字が普通になんかおしゃれなロゴっぽく入ってるからいいですね。おお、12番、スバル BRZ。 おお、これはいいぞ。ほら、このドアのところの BRZ、 これすごいかっこいい。その下にね、まあ、トミカイベントモデルと書いてありますが、まあ、このドアもね開けられるようになってます。おー、いいね、シルバーですね、ちょっとラメっぽい感じのシルバーで、まあ、前にねこのロゴもね、ちゃんとスバルのロゴ入ってます。おー、ほほほ。そして17番、フォルクスワーゲンザビートル。これもね、私がねどうしても欲しかったやつですね。あ、かわいい。これはちょっと女性向けではないですか。この見てください、今回のイベントモデル、ハートが描かれてます、かわいいね。このビードルのね、この丸っこいフォルムと、なんかちょっとテントウムシみたいな可愛らしさがねありますね。ビードルカブトムシだけど。18番、冷凍マグロトラック。海遊館のやつとかね、あの前サメ、ジンベエザメ入ってるのありますけど、これすごい、マグロって書いてあって、冷凍マグロ、真ん中にイラストデーンと書いてありますが、なんかこの真っ白な冷凍マグロが入ってる、かわいい。いや、面白い面白い、これは。ね、
なかなかなかったですね。冷凍マグロが乗ってる。そしてこちら21番トヨタアルファードタクシー仕様ということでね、タクシー仕様ちょっと大きめですね。やっぱりアルファードはすごい。これはおー、タクシーかっこいい、いいね。いいよ本当に。後ろは開きます。おー、でかいねアルファードのタクシーは。大きい。おー、この前のやっぱかわいいタクシーって書いてあるの。おー、また全然イメージが変わりますね。こういう色とタクシーがつくだけで。そして24番マツダロードスター。おー、待ってね待ってね。おー、いいねロードスター、かわいらしいねこれ。おー、ここはね、取れますね、屋根のところがね。オープンカーにできちゃいます。すごいなんかロゴが入ってますね。おー、25番ジープラングラーパトロールカー仕様。おー、ジープもね、私好きなんでね、かっこいいね。おー、いいよこのパトランプが。やっぱり今回は水色なんですね。トミカイベントモデル、うう、星で書いてあります。海外な感じ。そして後ろはもちろんジープ。いや、いいよいいよ。26番日産スカイライン 2000GTR レーシング。おー、いいよ。なんかちょっと横が面白い、このタイヤの周りのところがね、独特のデザインですね。へえ。でドアが開きます。おー、そして今回のですね、トミカ博の来場記念トミカ、チケットを買ったら入場の時にもらえるトミカ、今回2種類あって、私はですね、こちらダイハツミゼット選んでもらいました。いいよミゼット。あね、いいねトミカ博とね、ここに書いて。毎年そのトミカ博の来場記念って、その架空のね、あの箱ブンダーとかオリジナルのトミカが多かったんですが、まあ、今回それもあり、この実際に実写あるミゼットがね出てたので、いや、いいですね、こういうね、組み合わせも。組み立て工場で作ったやつだ、いすゞボンネットバスね、トミカ博の中のアトラクションで作ったトミカです。おー、ね、ティック一緒に作ったんだよね、これね。パーツがそれぞれね、この外側の色がね、選べたんだよね。緑と赤とこの青で、で、この中のシートの色とかも選べてね、一緒に作ったね、パチパチしたよね。そうそうそう。いや、そしてもう一つ、こちらもアトラクションの、トミカ組み立て工場、これは写真を撮って、実際に運転席にね乗ってるかのようなトミカが作れるやつ、今回は RX7、 マツダの RX7 がね、車種で出ていました。おー、いいじゃないですか、ね、ちょっと見にくいけど、ジックンとね、私が中に乗ってまーす。で、ドアも開けられまーす。タクシー乗りませんか、タクシー乗りませんか。ぶつかってる。そこの車止まりなさい、止まりなさい、はい、ということでですね、まあ、トミカ博2016、まだまだね、始まったばかりですので、ぜひぜひ皆さんも会場でこの限定トミカね、
まあ、気になったやつもっと、ね、他にも売ってましたからね、チェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、トミカ博2016で購入した限定トミカでした。ありがとうございます。チェックどれ？トキンちゃん。やっぱりママはね、まあ、ジープもいいよね。